享楽だ娯楽だ余興じゃないんだな。エンターテイメントというのは間をつなぐってことなのよ。兵庫県出身の加納葉月です。今日はグラビアポーズで世界遺産のモノマネをします。何の世界遺産のモノマネをしているか当ててください。やっぱりね、裸が出ると見てしまうんだよな。絶対見てしまうね。どんだけブサイクでも見てしまうね。どこが自由の女神やねん。もうでも飽きた。肌を出すとね、やっぱりそれ趣味に入ってくるからね。だから見る人のね、だから合わないと飽きるんだね。それで言うと合わなかったですか。合わない。残念ながらね。逆にどういうのが好きとか、なんかボテッとしてる。何を言わせるんだ。まあその全裸でやってほしいね本当は。全裸でね。全裸だったらケツまで。全裸だったらもうスフィンクスなんかものすごい許すけどね。水着が邪魔だった。水着が邪魔ですね。やっぱり趣味の問題ですけどね。晒すということだよね。晒してなんぼなんだ。